ミシェル・ブレアルはフランスの言語学者、比較神話学者、ランダウにユダヤ人として生まれる。元の姓はブルールであった。ビサンブール、メス、パリで学んだ後、1852年に高等、師範学校に入学。1857年にベルリン大学でフランツボップからサンスクリット語を学ぶ。ブレアルは高等研究実習院やコレージュとフランスで、 比較文法の教授を務めた。弟子にアントワーヌメイエなど。1875年に、非文文芸アカデミーに選出される。1881年、フェルギナンド・ソシュールが、パリ大学でのブレアルの講義を聴講し、ソシュールの才能を認めたブレアルは、同大学、ゴート語及び、古代高知ドイツ語の講師に圧戦した。ソシュールはそこで10年間にわたって、教鞭を取った。 1879年、高等教育観察官に任命。1890年、レジオンドヌール勲章コマンドールを受訓。1915年パリで死去。専門はイタリック語派でフランスにおける比較言語学の基礎を築いたうちの一人。1897年の著書、意味論史論で言語の意味の変化について研究する新聞や意味論を唱えた。 また神話学も研究しており、比較神話学を再考したジョルジュ・デュメジルに影響を与えた。教育行政についても発言し、古典語の教育方法やフランス語聖書法の改革について提案した。第一回オリンピックに際し、マラソン競技を提案したことでも知られる。ありがとうございます。